通常の肩稽古だけ行っていて、まあ、実践、例えばその路上だったりそういう危険な状況に置かれた時に使うような技術っていうのは、まあ、肩稽古だけやってたらちょっと厳しいかなとは。もし肩稽古に応用させるんでしたら、やはりちょっと創意工夫だったり柔軟な考えだったり柔軟な発想、臨機応変に対応できる対応力っていうのが必要かなと。やっぱその合気道イコール攻撃しないっていう考え方自体がもう型にはまってるというか、実践というかこういう実践に使うには型にはまっちゃいけないんですよね。型稽古で型を学ぶんですけど、手張りじゃないんですけど、型を学んだ後型から離れて型を応用させていく力が必要ですので、そういう点でも実践に適応するにはそこまで考えないと難しいと思います。やっぱそのいろんな格闘技や武道を知ることも、やっぱその合気道の有効性だったり合気道の弱点だったりっていうことを知ることができるので、いろんな武道美術研究するのは大変有効かなと思います。それこそだから合気道だからこそ、こう来たら掴んでないよっていう発想自体がもう危険で、そんなことがなくて、この動き自体、この入りが合気道だなと思っていただかないと、こう返すんだぞ、抑えるんだぞっていう考え方と使えない。基本的に合気道で蹴り技は稽古しないんですよね。でもまあそれこそ応用発展的な考え方として、ちょっと最初はこう突きの動きを受ける練習で、それをまあ今度打ち込みとか、そう、打ち込みで余計な大きな動きですよね。それを本当に個人的な考えなんですけど、もし合気道的な体さばきをするのは、例えばいろんな蹴りがあると、まっすぐ来る蹴りだったら同じですよね。剣とか突きの軌道で、上がつく軌道で避けたり、あとはもう回し蹴りですよね。内側にさばく、ミドルとかっていうのは内側にこう円のさばき、これどういうことから来てるかっていうと、横目打ち、こういう肩稽古の正面打ちや突き、あるいは上の動き、あるいは横目打ちから、まあ、同じ、そういう同じ軌道と考えて、まあ、応用発展させて対応していくっていう感じですかね。で、例えばワンツーなんですけど、これも面白いんですけど、まあ、攻撃はワンツーと考えないで、とにかくワンで入るようにするよ考えないと。ワンツーって待ってたら、これはある種の格闘技的攻防になっちゃうので、最初それこそ正面打ちでやった起こりをなるべく入っていく、ワンを捉えるように動いていく。例えばワンで入っていくような感じで入っていく、なるべくワンツーでパンパンじゃなくて、ワンで入っていく、まあ稽古方法だったり、そういう運を目標としますよね。でもその本質的には、なるべくそう、どんな攻撃でも最初の起こりを、なぜかっていうと、剣だったり杖だったり強い武器に対する動きなので、一打目はパーンってパーリングで弾けないと難しいですもん、ね、あとブロックも切られちゃうので、一打目をなんとかするっていう考え方だと思います。武道的には個人的にはですよ、まあ姿勢引き込まれないようになるべくいい姿勢を取っていくってことです。合気道で投げた時に相手に引っ張らないようにするじゃないですか。だからちょっと引き込むわけです。もちろん引き込まれたとしても一定の間合いを保ちます。こう引き込まれたら相手の領域に入るので、領域に入らないように間合いを常に保って、座り技で強い足腰、粘り強い足腰が作られるので、こういうまさにこういう状態では、引き込まれた状態ってこういう執行にも近い状態ではありますね。強い足腰があれば引き込まれにくかったりしますよね。これってほらまさにこうなんですけど、立てたら執行と同じ状態なんですよね。で、かつて思い切り引ってます。当然ほら強い足腰あれば崩されにくいし、あとそこ指定を受けば崩されにくいたりもしますよ。崩れなければ立つことも容易になる。はい、そうです。はい。はい。で、肘を押さえるって大事な大きな関節を押さえていく、それこそ引っ込んで自分から技かけてやろうと、どんどん形が崩れてくると思うんですけど、まあ、そもそも倒そうと思ってないので、
それ引き込まれたら、まあ、冷静に対処ですよね。自分の得意なところで、まあ、やっつけてやろうと思ってる人はもうどんどん乗ってきます。はい、そうです、はい、この体の使い方、密着そういうこと道着着てないんだけど、密着ぬるっと柔らかく密着するようにすると入り投げのまた形に入り身投げ道着だったらこう引っ張った方がやりやすいんですけど、でもこれこそ T シャツでもなかなか引っ張るの難しい場合って、やっぱこの指の引っ掛け指ですね、こう道着にかけてるそう道着にかけなくてもこの引っ掛け、この触れですよね、ここがすごい大事で、こういうところもやっぱりいろんな状況に合わせて使うには道着に頼らない体の使い方、こう密着度、どうしてもやっぱ道着掴んだ方が引っ張りやすいんですけど、道着引っ張らなくても引っ掛けだけでこんな動きです。はい、したい。あとやっぱこの崩しですよ、ね。この崩しの部分が道着を掴まないでもできる。よくやってしまいがちな道具に頼ったり。そうですね。でもそれはそれでいいと思うんですよ。最初はやっぱ道着着物を着てる想定なんですけど、でもそれだけだと技術の幅が狭くなっちゃうので、まあ、こう道着を掴まないでも同じようにこう、あと触れが硬くと離れちゃうじゃないですか。それこそ道着着てないんだったら密着ぬるっと柔らかく密着するようにすると入り投げのまた形も変わってきますよね。手の取り方がでも柔らかさありますよね。ちょっとおばさんくらってな通常の入り身投げでしたら正面やっぱり分かりやすい、こういう崩して、でその時にやりやすい、例えばやりやすいだったらやっぱ道着をこう使うの方が相手を引っ張りやすい。でも必ずしも道着着てるわけじゃないし、あるいは裸の人だったら全然できなくなっちゃうので、この手の触れ、ここが大事です。で入り身投げもそれこそ必ずしも回るわけじゃなくて、そのまま前に入れるかもしれないし、それ分かりやすい。この結局崩しは斜めの崩し、弱いところって斜めなんで、肩とかかと、ここに力をかけていく。でそれをどれだけ柔らかくかけられるかどうかなんですよ。全然力がやる硬く持ってしまうと相手に緊張が走って、こういつお互いいついてしまうんですけど、柔らかさで相手に反応させないような感じ。あとは入り身投げの形ですよね。近い場合、こう首にかかった場合だったら落とすし、顎にこう引っ掛けて同じように入ってもいいですよね。その状況に応じてこの入り身投げの動きも変化、ほとんど皮膚が張り付いているような。あ、そうですね、そう、まさに皮膚が張り付いている感じです、ね、ピタッと密着させてると、それこそもう抵抗、お互いにぶつからない動き、本当ぬるっとする感じですよね。やっぱ合気道、はい、それもやっぱそうですよね。はい、肩稽古の中で学べるところですよね。こと入り身投げは絶対こうだよ、回ってこうだよっていうふうに考えていくと、やっぱそこはなかなか実践に応用しにくいかなと。